はい、皆様、近鉄ファンチャンネルでございます。よろしくお願いします。私はまだまだ知らないことの多い近鉄ファン見習いの梅ちゃんです。このチャンネルでは公式だからこそお見せできる鉄道現場の裏側やここでしか聞けない裏話をどんどん皆様にご紹介していこうと思っております。ということで今回は近鉄大阪阿部野橋駅から吉野駅間を運行する観光特急青のシンフォニーについて徹底的に解説していきたいと思っております。今回観光特急青のシンフォニーを解説していただく富山さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。私は近鉄の企画統括部技術管理部という部署で、青のシンフォニーなどの、観光列車の、開発を担当しております奥山と申します。よろしくお願いします。お願いします。早速ですけれども、はい、奥山さん、今日はあの、はい、ネクタイピン、この電車と同じブルーシンフォニーの、はい、エンブレムが輝いておりますが、はい、これは、これはですね、はい、あの近鉄が発売しているグッズであるんですけど、はい、あの青のシンフォニーのエンブレムを模した液体ということで、はい、皆さんも買ってください。ぜひあの調べてみてください、はい、前回は、はい、火の鳥について紹介されたと思うんですけども、はい、今回のこの青のシンフォニー、はい、これもすごいです。すごく楽しみです、はい、早速なんですけれども、はい、この今オープニングでかかっているこの曲 は、はい、この青のシンフォニーの曲ですよね。そうです、はい、この曲はですね、駅で出発する際に鳴らす発車メロディーになってます。ハイドンの、はい、時計という交響曲なんですけども、この青のシンフォニーのコンセプト、上質なあなた、はい、これをですね、鳥に合致する優雅で爽やかなということで選びました。なるほど、確かにイメージぴったりで、ね、いいメロディーですよね、はい、なんかこう旅の始まりを感じさせるような、はい、ワクワクする感じで、はい、ありがとうございます。すごくいいなと思います、はい、これからもこの発車メロディーについてちょっと勉強していきたいと思っております、はい、ということで今回はこの青のシンフォニーを徹底解説していきたいと思います。それでは近鉄ファンチャンネル出発進行。本日は奄美車庫に来ております。こちらに停車しているのが16200系青のシンフォニーです。この青のシンフォニーは南大阪線吉野線の観光振興の走るシンボルとして活性化の起爆剤として導入した車両で、3両編成の列車です。今回は表示のところが貸切となっておりまして、はいはい、前回の火の鳥の時もそう貸切としていただいてたんですけれども、はい、今回もこれは近鉄ファンチャンネルの貸切ということですね。そうです、今日はあのファンチャンネルのための特別な列車として仕立ててます、はい、ありがとうございます、はい、このエンブレム、はい、あの冒頭で、はい、ネクタイピンと同じですねという話で見せていただいたんですけど、はい、私からやってみると改めてもう丸ではない、ちょっと独特の形そうですね、はい、この実は形っていうのは、はい、吉野駅の改札の上にある壁、はいはい、そのデザインをモチーフにしてます。そこの柄と一緒ということですか。そうです、あの終点の吉野駅を目指す列車ということで、はい、その吉野というのを、まあ、暗示しているということでこの形を採用しました。青のシンフォニー、はい、一般車を改造した列車ということ、はいはい、置いていただいてたかと思うんですけど、この前面の部分で何か変わったところとかあるんですか。はい、ですね、はい、まずですね、もともとはあのおでこの部分に行き先表示器っていうのがあるんですけど、それを外してます、はい、それからあとはもうこの列車の他の車両と連結はしないので、はい、こういうホロの枠とか、はい、サインタという渡り板があるんですけど、はい、そういったものを取り外してます。はい、これ全部シンプルにというか、すっきりして見える感じですね。そうですね、すっきりした印象にしてます。はい、はい、このスカートの部分も金色で、はい、すごく色が揃ってて、はい、おしゃれな感じになってますね、はい、あのちょっと特別感を出すために、はいはい、実はこういう飾り板っていうのをつけて、計画段階でですね、この飾り板をつけるということになって、まあ、我々はですね、はい、この形状からあのツタンカーメンというふうに言ってました。
確かに、なんかそう言われるとそう見えてきますね。そういう感じに見えるんでしょう。はい。もうちょっと前でしょうかな。こっち。な。はい。もう1メーターぐらいだっけ。あ、大丈夫。はい、ありがとうございます。そこで。改造したものというお話いただいたんですけれども、こうやってこう前から見ると確かにその交通勤でしたの面影をすごく感じますよね。はい、隣にいる車両が6200系という、はい、この青の信号機のほとんどの車がこの隣の左の車両です。はい、せっかくこの隣にいるということで、はいはい、電車の側面の部分も比べてちょっと教えていただきたいんですけれども。そうですね。はい、ですね、まあ、これ6200系という電車、はい、まあ、ほとんどの通勤電車そうなんですけども、はい、片側に扉がこう4箇所ありますよね。はい、この青の信号には、はい、その4箇所ある扉を1つだけ残して、はい、あとは全部座席の部分にした内蔵をしてます。はい、はい、そしたら側面をご覧ください。はい、そうですね、はい、ちょうど扉があった箇所は窓がちょっと小さいんですよ。はい、1メーター30センチの幅で、ここはサロン席とかツイン席、向かい合わせの固定席になっています。はい、でここはですね、窓がちょっと大きいので、はい、横と比べて大きいです。ロングシートの座席のあった部分の窓ということで、はい、まあ、1枚の窓にしてですね、はい、ここは進行方向に向かって座る席に改造してます。はい、ここが扉。そうです。はい、元々の扉はこういったこの両開きの扉、はい、まあ、それは何も変わってないんですけど、はい、窓の形が全然違います。はい、違いますね。はい、こちらはスリット状のちょっと細長い窓に変えた、はい、特急車らしく、らしい扉にしたということです。こちらは男子車両ですね。はい、窓の雰囲気が小さくて、さっきと全然違うなと思ったんですけど、これはどういうことなんですか？ですね、近鉄の電車って、この通勤電車、窓が非常に縦も大きいんですけども、はいはい、この車両は、まあ、約半分くらいの高さに小さくしてます。はい、で、なぜ小さくしたかっていうのは、車内でご説明いたします。わかりました。楽しみにしてます。こちらも先ほどご説明いただいた扉がなくなっているということで、こうつるっと側面になっているんですけれども、こう扉、元あった扉をこういうふうに塞いでしまうというのは結構工事というか難しそうに思うんですが、どういうふうに塞がるんですか？ですね、もともとこの小さい窓が扉があったところなんですけど、はい、ここはですね、扉を外して、はい、でそこに鉄板を貼って、あとはきれいに仕上げて、はい、窓だけにしてしまうということで、全然こう見た目は扉があったかどうかはもう分からないようになってます。ただ違いはこの窓の幅、この違いで、あ、ここは扉やったなっていうのは分かっていただけるかなと思います。もうそこでしかこう見分けられないぐらい違うので、それはもうぐるっとしてますもんね。はい、すごい技術です。はい、この奥についているのがミュージックホーンでして、ハイドンの時計、駅を出発する時の発車メロディーとして流してます。まあ、他の電車にはこういったものは近鉄の電車にはついてません。この電車にしかついてない設備です。それでは一回鳴らしてみましょう。
本日の動画は以上となります。次回は後編ということで、さらに詳しくシンフォニーの裏側解説していきたいと思います。このチャンネルではこんな裏側が見たいとかいうリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄にお書きください。またチャンネル登録高評価もぜひお願いします。近鉄の公式ツイッター近鉄通信のフォローもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。